はい、皆さん、こんにちは。正確にはこんばんはなんですけども、ちょっとご無沙汰をしておりますけども、スポーツビジネスゼミでございます。2022年4月、今日はもう何日なんですかね。10日かな。ということで、かなりご無沙汰になってますけども、今日はちょっと近況報告という回にしたいと思います。はい、ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日ちょっと近況報告の回にしようかなと思うんで、はい。もう動画も本当に、はい、久しぶりです。久しぶりだね。そうです元気だった？もちろん、きっちり元気でした。タスクさんはどうですか、最近。一番、結構ね、移動も実は多くてね、はい。もう22だったっけ、最後の動画が。3月そうですね。22が最後なんだけど、もう3週間くらいですね。もうそれでいくとね、22ですよ。で、23から僕沖縄行ってるんですよ。はいはい。23、4、5沖縄行ってて、で、一回また宮崎に戻り、はい。で、今度は30日にね、鹿児島にあのバレーボールチームの記者会見があったんで、そっちに行って、で、そうそう。その間に、福岡県民になりました。はい。おめでとうございます。まあ、めでたいのかなんか知らないけど。そうですね。まあ、とりあえず、住所が変わりましたということで。なるほど、うん。だいぶ大きな出来事があってますね。そう。そんなんでね、ちょっと、パタパタと、まあ、新学期、ね、新年度、僕らの仕事もそうですけど、子供の、ね、その転校とかね、いろいろそういった手続きでね、バタバタしながら、ちょうど先週かな、は、佐賀県にも行ってきましたんで、はい、本当にまた行ったり来たり、うん、バタバタと感じでした。なるほど。うん、せっかくなんで、うん、鹿児島のこととか、うんうん、なんで引っ越したのかとか佐賀には何しに行かれたのかとか、その辺聞いても大丈夫ですか？あ、いいですよ。いいですか？はい、まさにね、まあ、この鹿児島と佐賀、まあ、それぞれスポーツクラブなんですけど、これがそのクラブに、まあ、コンサルを講師に、行くんですけど、それをするために便利なのが福岡だったっていう感じ。毎回やっぱ、宮崎にいるとちょっとやっぱ交通の便が不便だったりもちょっと遠かったりするので、で、まあ、沖縄もそうだし、だから、まあ、宮崎だと1日1便1往復しかしてないんだけど、まあ、福岡からだったらいろんな時間で出てるし、今、まあ、もちろん東京の方に行ったり来たり、ちょうど来週東京なんですけど、なので、そういうのがあると、やっぱりね、福岡にいると、まあ、空港で沖縄、東京も便利だし、まあ、九州の中に車で移動するしようとすると、また、便利かなということで、来ました、移動のためにってことですね。そうそうそう。なので、もう、逆に言うと、ここにいると、はい、本当に誰も知らないので、そうですよね、気を抜いて生活できるというか、はい、やっぱりほら、今まで宮崎だと本当にね、その、なんだろう、やっぱ人口も少ない分、かなり皆さん、地域の皆さんとの距離がすごい近かったから、なるほど。なんかね、コンビニでおやつ買い食いしてるとバレちゃったりとかね。まあ、悪いことじゃないですけど、ね、そういう、ね、なんか、なんか立ち読みしてただけでエロ本立ち読みしてたと勘違いされたりとかね。そういう、そんなことだったんですか？そういうのありますからね。なるほど。こっちだとね、まあ、逆に言ったらもう堂々とエロ本も立ち読みできます。最近のは見れなくなってますから。あ、そうなの。知らないから全然その辺で自分が見てる人なし。そうだね。そうそうそう、そういうのもあるから。なるほど。うん、そうそう。っていうのもあるし。で、なので、ここではもうほとんど、今住んでる地域の
何か仕事っていうのも一切受けるつもりがないというか、うん、あえて今、ここの、まあ、ちょっと県内だったら分かんないけど、今自分が住んでる、まあ、あんまりこう市町村どこっていうのはあまり今に言ってないんだけど、その、この住んでるエリアの、あらゆる仕事っていうのは、しばらくは受けるつもりがないというか、なるほど。っていう感じかな。意外と、もう有名になっていくとですね、その街で。ええ、全然全然、もうそんな、もうとんでもないし、有名人とかでは全くないんだけど、いや、角ではもうかなりじゃなかったんですか？まあ、やっぱ人口がね、少ないから、やっぱりね、どうしても、僕だけじゃなくてみんながやっぱり何かしらね、隣町とか、市、ね、一個またいで、別の市町村の、温泉に行ってさ、急にこう裸で、もちろん裸じゃん、温泉でお風呂入ってて、おおって急に知らないおじさんに声かけられるみたいな。ちょっと確かに お、はい、みたいな、恥ずかしいよね、なんか全、隣の町まで そうそう、あったじゃん、あそこの、ね、大浴場じゃないや、りま温すよ。泉か。あそこに行った時に、急に裸で言う時に、おおって言われると、ちょっと なん言か、われた 恥ずかしいですね、確恥ずかかに。しいからね、ちょっとなるほど。そういうのがまあ、ないようにというか、僕、基本、人見知りなんで、そうなんですなんか。だろう、こういう仕事とかで、こう、なんかこう、キャラを作ったりとか、なんかこう、プレゼンするぞとか、こう、営業行くぞっていう時は、割とスイッチがこう、入ってるからいいんだけど、あ、お風呂の時に。急にプライベートでこう、グッと来られると、なるほ別にど。悪気ないんだけど、恥ずかしいから、そっけなくしてしまうんですよね。そうするとああ、なんなるか、まあ、特にね、その時やっぱサッカーチームとかしてたから、なんか、ほど。ああ、でなんかすね、サッね。カーチームの代表が相性が悪かったみたいな風に、ね、まああ。たなるといけないから、なるほど。ちょっとね、そういうのもまあまあ気にしたりしてたけど、まあそういうのがないから今はいいかな。楽よね、多分。メリットとしてはってことですよね。そうなっそうて。そう。なるほど。いろいろ、有名になっていくとリスクも出てきますよね。まあまあ、全然ね、今、有名ってことではないけど、まあ、特に今、こっちだと人口も多いから、福岡県はね、めちゃくちゃ人口多いんで、まあ、そういった意味では気楽だよね。逆にってことですね。そうそう。まあ、あとは、そうそう、そのまた鹿児島行ってたっていうのはね、これまだ、そっか、動画アップしてないんだよ、多分ね、サロンメンバーさんの限定動画ではアップしてるんですけど、その僕はその言っている今、V リーグを目指すというバレーボールチームさんのがね、なんだ、V リーグに上がるための、まあ、クラブライセンス制度っていうのがあるんですけど、そこの、ホームタウンとサブタウンということで、まあ、ホームタウンが日置市、鹿児島県日置市、で、サブタウンに伊佐、泉、南九州っていうね、なので4市合同の記者会見をしてきましたなんかちょっとちらっと画像を見させてもらいましたけど、よ。すごいですよね。そうそう、かなり、まず J リーグでもね、こんな、短期間で話がまとまるっていうのはなかなかないと思います、正直。で、その彼らが僕のところに最初、宮崎まで来てくれて、なんか視察させてくれっていうことでね、来たときは、まだ鹿児島市にアプローチをしてたんだよね、ホームタウンお願いするみたいな。だけど全然相手にされないんで、どうした方がいいですかっていう相談が来たから、もうそんな相手しないから絶対、もう隣町に行った方がいいですよって言って、そしたらちょうど事務所が本当、市と境で、隣の市との境だったから。で、その隣がたまたまそこ日置市っていう、本当まあ道何百メートルか行ったらすぐ日置市みたいなところに事務所があって、で、日置市に行ったのが、だから去年の7月末、8月頭ぐらいかな。なので、本当7ヶ月、8ヶ月?ライでもそう。で、まあもうそのすぐ、もうホームタウンしますみたいなのが割と、その市長とかに挨拶行ったすぐぐらいにもう決まって、で、その後、市長以下、その各、担当課の課長さん、皆さんとかが、じゃあどうやったらうまくこう盛り上げれるかみたいなことをこう、まあ、協力していただいて、すなのでごい今人た回ちもですね、ね。
そう、かなりあの武将隊の皆さんがこう甲冑着たりとか、そういう武将の格好をして記者会見に臨むっていう、うん、してましたね、そこまで準備、うん、していただけたので、かなり、うん、大きいなと思って、そういうことをあれなかなかしてくれるとこないので、すごい力入れてくれる、うん、はい、町なんですね。そう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 、なかなかないですね。鹿児島市やっぱ大きいところだとなかなか難しいんですかね。あのね、これね、みんなね、なんか大きいところがって言うんだけど、多分まあ鹿児島市は多分サッカーチームもあるし、あのバスケもあったりとか、多分もうそれどころじゃないんだよね、多分ね。担当課さんも多分大変だし。で、そうそう。で、かといって、じゃあ県がやりますってなっても、県からするとやっぱり、なんだろう、どちらかというとホームタウンみたいなのは市町村に紐づくことが多いから、それは各自治体でやってよって感じだし。ああ、なるほど、なるほど。そう。で、ね、で、多分大きい市なんかは、まあ、自分たちが、なんだろうね、こう、やるなと。あの、どうせ、こっちでやってくれるだろうみたいなところもちょっとやっぱあったりするから、県庁所在地は。ね。なるほど。うん。だから、いや、だったらもうそんな、ね、ライバル市町村に行った方が絶対いいですよっていうことで、うん、うん。うん。そしたら見事というかね、あの、もうぜひうちでやってくれっていうふうに手を挙げていただいた自治体が出てきたので。うん。なんかそのサブタイム、他に、3つぐらいですかね。3… そう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 。あの結構ね、今からそのバレーボールのアリーナを作りたいっていうところがあったりとか、うん、結構ね、あの皆さん協力的で、で、あの、まあ、本当に多分何か求めてたんだろうね、こういうきっかけを多分、今もすごい求めてたけど、なかなか何かっていうのがなかったところに、まあ、今回こういう話が来たということで、うん、意外とすごいですね、なんか、僕から見ると、そんなに協力的な。街がたくさんあるって、鹿児島はすごいなっていう感じですけど。ね、そうそう。たら、もっとね、そのサッカーにしろ、バスケにしろ、こういうふうに考えたら、もっといろんな自治体と多分できることって、まあ、いっぱいあるんじゃないかなと思うんだけど、うん、まあ、その、このバレーチームもそうだけど、まあ、僕は常々言ってるんだけど、その多分、もうバレーボールしたいですって言ってたら、多分誰も応援しなかったと思うんだよね。うん。はい、でも、その僕らバレーとかね、まあ、スポーツ通して、地域おこしします、まちづくりしますっていうところに多分、うん、行政の皆さんも参加してくれたっていうのかな、うんうん。っていうのはかなり大きいと思う。単純にサッカーしてます、応援してくれ、まあ、J リーグのチームだとそうなるんだけど、いやいや、勝手にやったらって話にやっぱりなっちゃうよね。そうですね、うん。だからね、いろんなところで、まあ、例えば、あの静岡の、ね、沼津さんだったかな、こう。スタジアムのナイター設備が、あの、つけるお金がないっつって、ね、あの、1億ぐらい足りないって、企業版ふるさと納税で集めますなんて言ってんだけど、はい。まあ、なかなかね、厳しいよね、企業版、その、なんだろう、ちょっとまあ、ね、あんまりこう、僕も勝手なこと言えないけど、その、ナイター設備、その、ただただ困ってるから、ナイター困ってますから応援しますっていうのは企業としては出しにくいかなと俺は思っていて、なるほど、うん、もっと沼津市なのかねとか、あとはそのクラブとその後企業がどういうふうに、こういった街づくりに参加していく、その中でナイターが必要ですっていうことであればね、まあ、特に企業版ふるさと納税だったら控除もありますから、あ、そういった寄付もしやすいかなというふうに思うんだけど、単純にね、うん、で、なんかその1年、2年、こう、パンとこう、なんだろう、単発的な寄付じゃなくて、ちゃんとこう、計画的に一緒にその企業さんも街づくりに参画するというような作り方をしていった方が絶対いいかなと思います。なるほど。うん、なんか、あれですよね、企業は先ほどの話だと、もともと、お金を出してくれそうな企業があるって、うんうん、そこからしか入らないってイメージですかね。そうそうそう、最初からね、その決まってるところがあるんだったら、それを企業版にしていくっていうのは全然いいと思うんだけど、その単純に1億円、その企業がクラブに寄付するよりも、まあ、企業版ふるさと納税にした方が、控除、税金控除されるし、まあ、特にね、公共施設だから、あのスタジアムのね、ナイター設備だからっていうことでも、まあ、企業版にした方が良かったと思うんだけど、まあ、なかなか。うん、その辺はもっとそのナイターだけじゃなくて、そ
それをするとどうなるのかっていうところをもう少しこう計画を立てた方が。で、まあもちろん、ね、企業版ふるさと納税って、そのお金出したから、そのなんか見返りみたいなのを企業が受けるってことはできないので、ね、そうじゃなくて、その企業さんが、なんだろうね、こう、ただただ貢献するっていうこともそうだけど、こうね、それ以上にやっぱりこう会社としてのシナジーがね、どうあるかっていうところはすごく大事だし、それを計画するっていうのが、まあまあ僕らのようなね、人間の仕事ではあるんですけど、うんうん、そういったのをなんかもっとこう計画してるといいかなと思うし、まあ、特にあとは静岡はやっぱり4つ J リーグチームあるんで、やっぱ県も、じゃあ、はい、1チームの J リーグ、そのね、継続、J3 継続するためだけに、1億を1クラブのために出しますっていうのは、やっぱり県としてもなかなか使いにくいと思うし、まあね、なんなら多分 J1 のエスパルスとかジュビロをやれよっていう話に多分、県民としてはなっちゃうのかもしれないからね、まあ、俺もちょっと静岡のこと分かんないけど、それだとなかなか応援しづらいっていうのも、県としてもしづらいっていうのもあると思うし、だったらやっぱり市がそういったの中でどういう計画を立てていくかっていうのを、もう少しまあ、なんだろうね、やった方が、うん、いいと思いますけどね。まあまあ、僕知らないんで、勝手なこと言ってますけど。ああ、その静岡のところは、ね、うん、うん、そう、だから、そういうのはね、そうそう、まあまあ、ちょっと話脱線したけど、まあ、本当にだからね、こういった今、その鹿児島のところも、そしていろいろ企業版とか、こういったね、今後いろいろやっていきましょうみたいな話にもなってたりするんだけど、なるほど、単純だから、バレエチームを作りたいから、なんかバレエ教室、しますとか、そんなことをやってもね、全然お金も多分集まらないと思うし、うん、もう何の魅力もないから。だけど、やっぱ行政としても、それをやるメリットは何があるんですかっていうところがちゃんと明確にできて、まあ、そういったのをね、今、実は計画して、まあ、PR して、水面下でいろいろ動いてるんだけど、まあ、そういったのがね、まあ、まさに見事に食いついていただいたというか、ちょうど僕らができることが、提案が、相手が探し求めていたことだったと。いうようなところかな、うん、なるほど。なんかこれ企業版もこれからって感じですかね、そこら辺もね、うん、本当にそうそう、本当に広い、少しやっぱり間接的に企業にどう、多分本当シナジー効果がないとやっぱり企業としてもね、ね、控除されるって言っても別に誰でもいいよ、何でもいいわけじゃないと思うから。そうですよね、うん、今までやっぱそのなんか単純に知ってるとか、うん、なんかちょっとご縁でぐらいな感じになってるけど、うん、それよりは、ね、やっぱり、うん、ちゃんと関係性とか、まあ、その後どういうふうにしていくのかっていうのがまあ見える方がいいかなと思うしね。うん、なんかやっぱり、ね、集めるのが役場側なんですかね。うんうんうん。ということです。だからやっぱなかなか企業さんとしてのメリットみたいなところ見えづらいところあるのかなと思いますね。うん、そこはね、まあまあ今僕やってる仕事なんかだとね、そういったのが今役場から受けてそういった資料ね作って民間側に提案をするみたいなこともしてますけど、そういったポジションの人が本当にそのサッカークラブに頼んだ方がいいんだよね。うん、で、まあちょっとそのサッカークラブのことをよく知らないからあれだけど。多分、この企業版とまたちょっと相反するというかね、こう企業、多分今サッカーチームの方のスポンサー、多分割と地元企業だと思うのよ。で、企業版っていうのは結構その外の企業さんとかが、やってくれたりすることの方が多いから、ね、まあ、そういう意味でいくと、なかなかもしかしたら、こう、ね、自分のところのスポンサーさん企業が、寄付するっていうのにはもしかしたら企業版には向いてなかったりするのかもしれないしね。なんか同じ自治体だとできないとかがありますよね。うんうん、そうそうそう。そうですよね。うん、それそれ。なるほどですね。うん。まあまあ、よし様のことはいいんだけど。はい。またこれも動画にしてもらって。そうだね、ちょっと今日は今、だらーっと喋ってるけど、またそれの回もね、そうですね、ぜひ。だから、うん、いいかなと思います。そうそう、まあ、ということで、その鹿児島はこの記者会見が済んだので、また今度、まあ、ちょくちょくもちろん行きますけど、うん、そういった形でやっているということと、あとは、またね、佐賀にもちょっと行ってきましたけど、うん、
そういった形で、なんかこう、点々とするのにちょうどまあ住所が、ここが良かったという感じですね。うん。移動がしやすいということで。あのね、本当にね、まあ、その差がもう1時間ちょっとぐらいで行けたかな。今まで宮崎にいたら4時間半したので、佐賀の場所によってやっぱ5時間ぐらいしたから。ああ、そうですね。それに比べたら楽よ。うん。そうですよね。そう。うち宮崎にいるときも、なんかどっかに出社してってわけじゃん、気温なかったから、ずっとね、こうやって家にいるだけだから、うん、まあ、そう考えたら、うん、まあ、福岡にいる方がいいかなっていう。うん、確かに飛行機とか結構、たくさん使われますからね。うん、そうっすよね。いいですよね。うん。まあ、鹿児島もだからね、もしかしたら新幹線とかで行けそうだから、新幹線でもいいかなと思ったりしてるよけどね。なるほど、なるほど。うん。いいですね。そうそうそう。なるべくね、やっぱりこう、運転せずに済むんだったら、その方がいいなと思って。まあ、リスクありますしね。うん。運転もね、疲れるし、危ないし、安全第一ですから。そうですね。安全第一。安全第一ですね。なるほどですね。うん。じゃあもうこれから結構移動されるんですか？もうね、コロナでね、今もう2年、3年、はい、で2020年、21年、もう3年目よね。3年目ですね。もう2年間全く動いてないですからね。俺もうこんな、ちょうどね、だから2020年の3月にシンガポール行ってんだよ。はいはい。で、だから前、ちょうどだから本当その後ぐらいからコロナが流行りだして、うんうん、もう、あと1週間多分俺シンガポール出るの遅かったら、多分帰れてなかったんじゃないぐらいな。帰れてない。ああ、それ危ないですね。わかんないけどね。多分そんぐらいのタイミングだったから。だからそう考えると、もう年に1回ぐらい必ずちょっとね、やっぱそういういろいろ海外とかも行ってたのに、もかなり行けなくなったから、すごいやっぱストレスで。うん。なるほど。なんかこう、いいってなっちゃうんだね。こう、うん、外に出てって なっちゃうんで。もしかしてそういうのもあったかもしれないですね、引っ越しの。うん、まあ、気持ち的に。そうそうそう、やっぱ、ね、あるよ。うんうん。うん、ありますよね。うん、沖縄にいるときも、沖縄に住んでたときも、ずっとやっぱね、特に沖縄もちっちゃいから、沖縄だけだと聞いて なってたしね。ああ、なってたんですね。九州の移動はそんなに苦じゃないんだよね、本当に3時間飛行機、あ、車で運転するの。全然苦じゃなくて。3時間ってまあまあですけどね、うん。うん。もう全然一人でビューって行ってもね、全然苦じゃない。うん、眠くならないですか？眠くはなる。眠くはなりますよね、さすがに、うん。そこだけちょっと心配ですね。そうなんですよね。まあでもね、最近はずっといろいろこう、なんだろう、ね、音楽聴いたり、いろんなこう、なんだっけ、聞く読書みたいなのじゃ、なんて言うんだっけ。なんか、英語のやつですか、リスニングの。うん、そんな真面目なやつじゃない。あ、iBook、うん、なんていうの、これ。eBook。あ、本を。そう、本を音声で書いてるじゃん。ああいうので、もいくつか何冊か持ってて。そうそう、そういうのをね、最近は本を読んでもらってますよ。なるほど。うん。そういうあれやり方もあるんですね。いいよ、これ。いいですね。うん、だけどね、ちょいちょいほら、メモりたいときとかさ、あるじゃん。ああ、はい。大事。そういうときはね、ちょっと車を止めてね、はい。もう声ですぐ、こう、バーっとこう、なんていうの、声で、動画かなんかで、ボイスレコーダーにメモしたりとか、したりするけどね。うん、3時間が4時間とかないっすか？余計時間かかるじゃん。かかりますか？確かに。うん。なるほどですね。もういいですね、その。なんか移動も大変だけど、一人の時間も作れて。そうそうそう、それなんかね、考えるし、インプットできる時間がいっぱいあるから、うん、なるほど、それはすごくいいかなと思いますけどね。一つのインプットの時間ってことなんですね、確かに。そうそうそう。そういった意味では、いろいろ考えれるから、うん、まあ、いい時間だよね、そういうのは。なるほどですね。うん、移動の時に勉強する。すごいですね。
これなんか今日今さ、こうダラダラ喋ってるじゃん。はい。ちょっと思ったんだけど、今、本当にたって今、ジャストアイデアなんだけど、なんかこう YouTube ライブみたいなちょっと今度やってみようぜ。いや、多分誰も聞かないと思うんだけど。ああ、なるほどですね。いや、マジで誰も聞かないと思うんだけど。でもちょっとやってみたいですね。で、その定期的に、その別に、うん、ちょっとこう、別に酒は飲まなくてもいいけど、こう、はいはい、気楽に、気楽に、まあちょっとこういう、今日みたいな、いつもほら、割とテーマを絞って、これについてっていうので話してるけど、まあそれはそれで上げつつ、なるほど。あの、ほら、クラブ経営サロンの皆さん、まあ、月に1回やるじゃないですか、そのサロン、グループミーティングを。はいはい、やりました。あの時はがっつり、こうね、その、なんだろう、どういうふうにするかみたいなこととか、うん、結構そういうの考えたりするんですけど、なるほどですね、ちょっともう少しこう、なんだろう、だらっとじゃないけど、こう逆に、あの皆さんからそういう質問みたいなのもあれば、うんうんうん、あ、聞きつつみたいな。またそこの、あの経営サロンとはまたちょっと、それやっぱり違いますよ。あの、全然顔を合わせながら。やるのと、うん、ね、はい、そうだね、こうだらだらで俺も別にコメント無視すればいいしね、その嫌な人とか、それもお別れじゃないですか。でででじゃあいるんだってそういう多分きっとなんかもう俺こう、もう俺怖いもんそういうの。だからもう一人とか二人とかこうやって話してるぐらいが多分ちょうどいいの絶対。あ、そういうことですね。うん、もうねそんな。ね、そんな何万人とかに見てもらうとか、何千人に見てもらおうなんて、もう、めっそうもないですよ、本当に。めっそうもない。ちょうどいいぐらいに見てもらいたいっていう。若い、あの、そう、なんかこれから頑張るぞみたいな、真面目な子とかがね、あの、コメントしてくれたら、すごく嬉しいなと思いますけど。うん、でもそれはぜひやりたいですね、その時間を指定して、毎週やるとか。うん、毎週はちょっときつやめてよ。きついですか。まあ、なかなかタイミングが難しいですよね。これね、もう毎週何かするみたいなね、割とやめようと思って。はい。まあでもオンラインだといいか。俺、その大学の先生とかさ、はい、専門学校の先生やってたんだけど、はい、言われてましたね。はい。あの、週、必ず、まあ、ラジオとかもちょっと一回やったことあるんだけど、決まった時間ここにいてくださいみたいな、すごい嫌なんだよね、こう。なんか、難しいっていうか。それ、でも聞く人からしたら、この集まりやすいじゃないですか。もうまあね、まあね、まあ、それはそうだね。そこありますか。だから、そう、だから YouTube とかだったらいいかも、だから別にどこ行っても喋れるからね、その時間だけ空ければ、うんうん。うん。で、大体夜とかだったら、ほら、そんなになんか打ち合わせしてるとかもないしね、基本的に。そうですね。うん。それだな。そうですね。夜にします。10時あと。10時あとに。もう、これ逆に指定せずに、この、皆さん通知をオンにしてもらってて、こう見たい、あの、見たい人だけ、こう、あ、始まったみたいな、この通知が来たら入る。そういうのもあるの、なんか通知オンとかもあるの。なんかないですか？俺よくわかんないから、ちょっと調べて、それちょっと調べておいて。ああ、わかりました。教えて、俺、もう、わかんない。あの、遅れてる。でも、はい、あの、遅れてる。遅れてるから、もう本当、おじさんが遅れてますからね、僕は。何を言ってるんですか。さっき追いつこうと思って、パソコン買いました、例えばさっき。使う予定のない、あのパソコン。使う予定ないんですね。あんまりないけど、やっぱほら、iMac ってあるじゃん。あの、はいはいはい。前はね、MacBook Air 持ってたんですけど、今ね、Windows の、これ何これ。あの、なんだっけ。このパソコン何、その仕事のね、関係上ちょっと強制とやれてる時に Windows がいいんで、うん、Windows 買わなきゃっつって、これも20万、30万、30万に過ぎか、20何万かするノートパソコンが基本的なメインパソコンとしてやってるんですけど、うん、ちょっと引っ越してきたんで事務所、この辺が寂しいじゃないですか、この辺が今。その感覚で買うんですか。ここにこう、だからデスクトップがさ、こうあるとなんかちょっと雰囲気、ああ、確かに。雰囲気出るじゃん、やっぱり。おおってなる。あ、そうですね。そのためにね、買ったよ、さっき。ちょっとふと思いついたね。と思って買ったんですか。パソコン買おうと思って。デスクトップ、iMac。さっき言われてましたけど、来るのに1ヶ月ぐらいかかって。なんだあれ、そんなことある。
いやでもね、Mac のなんかウェブサイトを調べてたら、はい、最短で翌日来ますみたいな書いてあるね。それは結構騙してますね。Apple が騙してくるの？そんなことすんの Apple？ いや、やっぱでもそれ見て、やっぱ、あ、じゃあ買おうかなってなっちゃいますよね。そうだ、それで見てさ。キャッチコピーみたいなもんですよね。いや、なんか、うん、こう調べてて。うん。いや、なんか、いや、いいんだけどさ、別に。でも、ちょっと我慢できるかな、1ヶ月も待たされたら。めっちゃ気にしてますよね。なんか別の、ここを別のものになんか、埋めようってなっちゃうじゃん。マック来たときどうなるんですか？本当だよ。まあでも、なんかね、最悪俺が使わなかったら子供たちとかが多分、使うでしょ、きっと。まあ、来たら来たで、うん、絶対使いますね。ねえ、多分、いいと思う。24インチのデスクトップらしいです。デスクトップはでもかなりいいですよね、家でやるだと。そう、あのね、今、だから僕、あんまりそのコンサルも、もう結構ぎゅーっと今、いろいろ絞ってて、あの、はい、なんだろう、まあ、特に今、どっかのチームとか会社にどっぷり、ね、あの前のサッカーチームの代表するみたいな、そういう働き方をちょっともう完全にやめて、はいはいはい、あのね、まあ、本当にその週に1回とか月に1回みたいな、感じのことをしてるんだけど、もう少しね、自分の、あの今、クラブ経営大学のホームページとかね、全然更新できてなかったりとか、あの、申し訳ないんで、なるほど。ちょっとね、まあ、こういう YouTube とかもそうですけど、ちょっと気合い入れてね、あの、作り込んでいこうかな。そのために多分役立つでしょ、これが。それはもう確実に役立つと思います。はい。やりますよ、それを。頑張りますよ。それのためじゃなくて、本当はもう置くために買った。まあでも。なんか流れるかもしれない。字幕かなんか。字幕が流れるんですか？いや、わかんないけど、なんかデスクトップここにあったら、なんか、流しておいた方がいいだろう。あ、じゃあ、今度から後ろにあるってことですか？でも1ヶ月ぐらい後ですか？1ヶ月後、全然後。1ヶ月後。だから、宮崎にいるときはさ、俺ずっとほら、後ろ、グリーンバックだったじゃん。あ、はい、はい、でしたね、でしたね。だから、あの、画像、あれしてたんだけど、グリーンバックもあるんだけど、もうめんどくせえなと思って。一応あるんです。あるんだけど、うん、いいよな、もうグリーンバックする？いいかな。バックあれば大丈夫じゃないですか。うん、白もね、背景も白だし。うん。かなって思ってます。なるほど。へえ。ちょっと楽しみですね、1ヶ月後。そう。だからこれだったら多分ね、このパソコンだと少しこのカメラの感じが画素荒いと思うんですけど、もう少しいい。バシッと。Mac で、じゃあやるんですね、iMac で。うん、するよ。なるほど、なるほど。結構綺麗に見えそうですね。まあ、綺麗に見えたところで、ね、別に俺、クラビアアイドルとかじゃないから。まあまあまあ、そうですけど。意味あんのかいっていうことあると思うんだけど。綺麗な画像を見たいってなりましたね。まあまあ、どうなんでしょう。これ俺今どれぐらい喋ってるの今時間的に。結構来ました。結構喋ってるよね。いやいやいいんだけど全然多分そろそろほらもう多分誰も聞いてない話あのみんな再生するけどさ大体ほらもう最初のこういうダラダラ動画って5分ぐらいで離脱するから。なるほどなるほど。そうだから多分ライブとかもライブだとさなんかなんだろうその時入ってきた人みたいなのもいたりするからあれだけど今度だからこういう時だと今ちょうどもう何分過ぎぐらいから暴露じゃないけどなんかこうちょっと毒づいてくるみたいなそういう毒づくキャラでもないけどさそれなんかそっちが人気出てそこからもうみんな再生し始めるっていうのはね気をつけなきゃいけないですね気をつけないといけないです、うん、特に今は今日は大丈夫だけどちょっと中途半端にお酒とか飲み出した時間とかに取るとなるほど言っちゃう言っちゃうそれいいですね聞きたいですねいや言いたくないいろいろコメント欄にこう何分何秒からってこう出てくるかもしれないです全部削除全部削除ちゃんとチェックその管理者としてちょっと削除していきたいちょっとチェックしておきます、うん、はい、ちょっと今日はね長くなったからねもうちょっとその辺にしましょうはいまたちょっとじゃあこれライブ
ょっとやり方わかんないけど、ちょっとライブの仕方をちょっと調べてみてよ。そうですね。はい。ちょっと調べておきます。うん、で、夜、何曜日かな、ちょっとわかんないけど。やりましょう。わかりました。またじゃあ、うん、ライブやりますっていうのが、うん、できましたね。最初はちょっとほら、静かに始めよう。静かに。あまりこう SNS とかでやるぞ感を出さずに。ああ、わかりました。うん、しれっと。本当に一人も来ないかもしれないですね、そしたら。いや、その方がね、いいよ。やっぱりこう。本当に。気にせずに、じゃあ。そうそうそう。ただただ、あなたとこう、真面目に日本の社会について考えるとか。自分とですか。うん。その、今日、タスクさん、ロシアとウクライナについてどう思いますかみたいな。やめてください。そう、それはよくないね。それはもう、それと今のこのチャンネルと関係ない話はしないけど、まあ、ね、でもほら、J リーグクラブでこういう経営危機のところがあるんですけど、どう見てますかとか、うん、あ、そういうんだったらね、もう、僕、そっちの第一線というか、そちらにもいないんで、勝手なことも言えるしね、うん、うん、いいかなと思う。あれ、いいですね。ライブをそのまま残せるじゃないですか。うん。なんのでも普通にこう YouTube こう撮影してる感じでやってて、うんうんうん、答えてる。いや、もう残さない、それは。絶対なんか暴露話出てくる。あれですよね。そのつもりで、ほら、やっぱやっていくとさ。ああ、まあまあ。言葉選んじゃうから、もう残さないつもりだったら、残さない。なるほど、なるほど。言えるじゃん、いろんなことが。そうですね。それでいこう。わかりました。それでじゃあ。うん。おんのみスタイルで。はい。ぜひ。うん。裏話。もう来週ぐらいから。来週、いいよ。来週、東京行くけど。逆に何日が空いてます？うん。ちょっと待って、カレンダーで。はい。来週、10。来週って言ってももう。15?15とかですか？ 15 か14の夜ぐらい。15か14の夜ですね。うん。わかりました。じゃあそれぐらいで。うん。そうね。木曜の夜ぐらいとか。そうですね。うん。はい。13でもいいよ。13俺東京にいるから東京で。ああ、いいですね。うん。大丈夫ですか？忙しいですか？知らん。忙しいかもしれん。あ、じゃあもうその場に応じて、一応13という感じで考えて。うん、13の、10時。10時早い。何話そうとしますか？10時でいいんじゃない？ 10 時。あ、10時で大丈夫。全然もうそれでいきましょう。ね、いいじゃん。皆さん、はい、次の日もあると思う。うん。はい。って言いながら、10時半になるかもしれませんけど。まあまあ、でもそれぐらいのスタンスでいきましょうっていう。そう。ほうがいいですよね。うん。じゃあ、続かせるためにも。まず一回ちょっとテスト的にいろいろやってみましょう。わかりました。ちょっと今、フリーになったんで、もう割と今、一個どっかの、ね、代表とかじゃないか、すごく今気が抜けてるというか、リラックスしてるんで、なんかね、アウトプットいっぱいするように勉強します、僕も。あ、なるほど。じゃあもういろんなことを、うん、はい、ぜひ発信していただければ。はい。はい、お願いします。ということで、じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。はい。どこまでありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、失礼します。失礼します。